皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるくるです。今日もマリオメーカー早速遊んでいくる。今回はなめ猫さん30秒ランニャをなめんにゃよスピードラン、アクアマリンさん、ベストタイムが25秒、クリア率 1.19%、 いいねランキングのとても難しいから選んでおります。にゃ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 、早速遊んでいきましょう。にゃにゃにゃキャス、また見たいね。見たい人はぜひみんなでリクエストしましょう。赤コインを取ってからの普通の扉にお邪魔したら1、2のガンガリア叩けなかった。あれ叩かないとダメなんじゃないの。いやでも叩かなくてもいけそうな気もするね。あれスピンジャンプスピンジャンプからの、ここは普通に進んでいけば大丈夫なんだけども、タイムもベストタイムを見た限りでは割と余裕ありそうでしたよね。ってスピンジャンプかい。うまくやっていかないといけないですね。その点僕の最近のお気に入り職人のセイガンさんのコースなんか非常に分かりやすくて大好きなんですが、ヒップドロップか、スタンダードジャンプで超えていくのかと思った。よいしょ、ほい、どんどん進んでいける。1、2のカンガリアからのスピンスピンスピン、そしてヒップドロップと思い込ませて、ヒップドロップなんだなここがな。無事叩きたぞ。残り14秒、相当タイムロスしてるけど、そんなのわかるかよってサムネがここだったね。最近動画の中で渋谷なまりを使っております。いや本当に渋谷なまりなのかどうかわからないけどね。まあいいんじゃないですかね。よいしょ、ほいほい。今のはかなりタイムロスしてるけど、結局さっきと変わらない14秒。今度は左の壁キックしてからのダッシュか、間に合うのか、本当に間に合うのか。これ1、2、3、危ない、間に合った。これファイヤーのも取りに行けたけど大丈夫だったのかな。残り2秒、しがみジャンプ、あーオッケー、わかりました。間に合うのかなこれな、結構ギリギリじゃないタイム。ヒップドロップをキャンセルしないで落ちていくのもお約束。いや誰とも約束なんかしてないけどね、自分との約束ですよ。うん、自分との約束は破っちゃいけない。バネダッシュできないし、今のも何やってるんだ。よっしゃ、こう来て、パウは持ってても必要ないじゃん。ブラパ倒しちゃってもどうせ復活しちゃうんだからね。ここがね、間に合わないんだよね。今普通に落ちたつもりだったけど、なんで当たるかな。ピーンピーンで赤コインでヒップが出ないんだけど、ちょっとやめてくださいよ光太郎さん。もうゴールは見えてるんだから、そろそろクリアしちゃいたいんですけどね。はい、今回は早いぞ。残り16秒、さっきまでの14秒よりも2秒近く早い。でさっきこの左下のバネでなぜか当たっちゃってるんで、十分そこには注意していかないと。あれ上にトゲがあるのかよ。まあ見えないって、勘弁してよ。この大きくジャンプすると届かない。よし、今度は残り16秒、かなり15秒に近いけど、でここを忘れがちなんでゆっくり気をつけて落ち着いていって、このバネバネ怖いバネ怖いバネ怖い、そして次ちっちゃくジャンプ、オッケーいいんじゃないでしょうか。次なんだっけ、扉に入ったらあの残り3秒か、さっきより1秒早いけど間に合うかな。間に合った、ギリギリセーフ。いや多分タイム制限的にかなりギリギリだったんじゃないでしょうかね。今間に合わないんじゃないかと本気でヒヤヒヤしちゃった。なめ猫30秒ランニャをにゃめんなよスピードラン、アクアマリンさんのコースでした。ありがとうございます。アクアマリンも宝石だけど、キャットアイとかにすればよかったんじゃないかなっていう余計なお世話ですね。では次のコース遊んでいきましょう。
はい、お待たせしました。次こちらのコース気になりませんか？いいねランキング国内難しいから、最近本当にすごく流行っているコース、多分スピランより流行り、ゴールドさん、なんでしょうね、スピランより流行っていることって。バグ系コースは嫌ですよ。うん、これ孔明さんじゃないの？大丈夫？ほらね、ほらね、分かってたよ。こっちは？実はこっちが正解だったりとか、またそういう系、隠しはない。で、なんだろう、はいはい、なんだろう、ここ難しいかな、入るのが微妙に。でもなんだろうね、流行っていることって、皆さんわかりますか？これ見て、わからないぞ。というか普通に進むのも難しいんだけども、私流行りには疎いんですよね。お、やっと登ってこられた。けどこれは何だろう、降りていっていいのかな。降りますよ、降りますよ。なにこれ、ビージャンは流行ってないよ。ビージャン大嫌いだよ。何だったんだ、一体何だったんだこのコースは。スピランより流行っている、全然わからなかった。見ていただいてる方で流行っている要素が分かった方、ぜひ教えてください。ありがとうございました。はい、それでは今日のラストはこちらのコースを遊んで終わりにしたいと思います。70秒スピードラン爽快に駆け抜きよう。今トラウマ界で話題の人、タックマンメガネさん、この人誰だ。クリア率 6.42%、 ベストタイム55秒です。タックマンメガネ、どういう関係があるんだろう、あのタックマンさんと。まずちょっと出遅れたけど、コースの様子を見に行っていきましょうか。ここね、面白いコースだと思いますよね。ちょっとコースが見にくいのが気になるけど、それ以外は遊んでいて面白いんじゃないでしょうか。で、スピンジャンプとかそういうのはいらない系ね。 OK、 わかりました。まずスタートは左、覚えてるぞ。このスタートを左に行くのもタックマさんのコースでありましたよね。あの激ムズコース、なんだっけ、フラワーロード、150秒でしたっけ。なんかめちゃくちゃ長いやつですよね。投げる、ファウルはそのままで OK で、もスピンジャンプとかで気持ちよく抜けていって、上上下、赤コイン回収してからの上行って、のクッパさんを勝手に倒してくれて、のまたスピンジャンプしちゃった。ここスピンジャンプしちゃうんだよな私な。ほい、投げる、いいね、気持ちいいよ。タックマンメガネさん、まだ本物には及ばないけどね。本家のタックマンさんのコースも面白いですからね。またなんか無駄なことしちゃってるけど、このバネもタックマンさんのコースでよくあるやつ、ファントムはない。この砲弾乗り継ぎ最近流行ってるのかな。僕のコースを見てやってくれてるんだったら本当に嬉しいんですが、次はなんだろう、詰まっちゃったな、間に合うのかな。タックコインをいっぱい回収してからのトゲを切ってファウ投げて、いや面白い面白いこのコース。次は、はい、OK、 分かりません、分かりませんよそんなの。途中でこれルート分岐があるんでしょうかね、どうなっているんだろうか。投げて、上行って、
ったのはさっきので残り25秒だったんで、もう一周するタイムはないはずなんですよね。このクッパを倒していくスピードランってなかなかなくて、その辺面白いですよね。あ、投げるの忘れてた。クソ邪魔だよクッパ。このトゲを投げるところと投げないところがあって、それを瞬時に見極めていくのが結構大変ですよ。っていうか、いい加減何周もやってるんだから覚えろよっていう話なんですけどね。もう私も年かな、記憶力がなくなってきたかな。1、2の3ガリア、4ガリア、5ガリア、ほい、クッパさんバイバイして、3段ジャンプからの砲弾を乗り継いでお邪魔します。で、クッパさんかな、はい、上行って、なんで投げないんだろうね、なんで投げないんだろうね。スタートで遅れた、間に合うか、間に合ってくれ。タックマンメガネさん、負けないぞ私は。トラウマ界のタックマンさんのためにも絶対にあなたに勝つ。だからどうしたって言わないように皆さんお願いします。でも普通にヨシコさんですよね。私のテクニックがもうちょっとあればもっと楽しめるんでしょうけど、遊んでて普通に面白いコースですよ。ピンポンってなって今度上来れたんだけど、丸まるか。なるほどね、やっぱりルート分岐があるみたいですね。こう来て上、どうなってるんだ、ペペ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 、ハウ投げてからの次下かな。なるほどね、ルート分岐のあるスピランコースってやつか、これ最近流行りの。さっきやったやつより本当に流行っているんじゃないでしょうかね。残り17秒でクッパさんをスターでどんどん倒して爽快だ。間に合うか、間に合うか、間に合った、ゴール、イエス、ザストライク、やったぜ。いや面白かったね。まさかタックマンメガネさんのコースがこんなにヨシコさんだとは思いませんでした。ありがとうございました。70秒スピードラン爽快に駆け抜けようでした。それでは今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。また噛んじゃった。チャンネル登録お済みでない方は、もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。また噛んじゃった、今日2回目。それと講師募集も行っていますので、皆様 Twitter か YouTube の方にどんどんお寄せください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。明日はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。